これ、牽制の試合だとどんどん見てわかるけど、後ろから敵が来ちゃうから、不利になるけど、まあ、これは CPT がもうかなり前に出てるのを見るに、もう崖上まで取っちゃった多分 CPT これ、打ち下ろしだ。でも、この状況 CPT めっちゃ強いと思うじゃないですか。このタイミングでどっかがバルキリウールと使って、ここ取った瞬間に終わります。でもそれわかってるから多分バックラインを、これバックラインをキープする、 っていう動きがすごい重要で、分かって引いて引き目なんだよね。うまいんだよね。ほら、飛んできた、飛んできた。ほら、ほら、バックラインキープしてる。ほれ、ほれ、ほれ、これ、バックラインキープしてるんですよ、これ。バルキリーのウルトで、裏取られると、ダメだから、ここにいないで、後ろに下がってバックラインキープなんですよ。これがね、うまい。もう、これ CPT のポールかなうまいです。 バックラインをキープすると、結局南側から来たチーム15秒ゾーンを使って降りてきたチームが、ごちゃごちゃってなるので、落ち着いて見れるんだよね。ねエリアが広いんだよな。圧倒的に。ここまで CPT たちのエリア。で、ここら辺はもうごちゃごちゃってしてるから、これぐらいのエリアずつしかないんだよね。もう操り放題よ。マップ。めっちゃ強いです。これ CPT。 ガチ強です。バルキリーウルトに対するバックライン。早めだったね。どっかが飛んだ状態で後ろに下がるんじゃなくて、飛ぶ前からすでに後ろのバックラインキープ始めてたから、もう、ある程度準備してた感は、あるね。